怒って初めて健康チェック風ちょっと出してもらってください。初めてひっくり返しちゃったんですよ、ご飯。ヒステリー起こして。チェックします。おはよう。おはようございます。おはようございます。それがお腹に来ちゃったかもしれなくて、あんなにヒステリー起こしたら久しぶりだったんで、ゆるいのが直後に出たんですね。あ、怒った後に、怒った後にゆるゆるになっちゃった、はい、でその後だから自分では食べてないの。あ、昨日の夜は食べてるって。ちょっとです。 10g とささみね。でも今朝は、今朝だね。要するにこのこういうこのご飯に見かけたってこと。ちょっとだけで、そのいっぺんになると多分無理だと思ったんで、本当のちょっと取り分けたフードにやったんですけど、で、それをやっちゃったせいで、食べてたご飯にこう出し直しても警戒して食べなくなっちゃったんですね。あの流動食であげた方がいいですね。そうですね、水は流動食でやらんと多分無理ですね。それで 5g か 10g ぐらい、まあ 10g かな、うん、あ、じゃあそれでやります、うん、それでやりましょう。やります。すいません、はい、怒っちゃったと思って、初めてごめんねすいませんでした。まあ、確かにね、流動食でやっててもね、はい、薬の入ってるやつと入ってないやつ、最初に入ってないやつやるんですよ。それから入ってるやつ、最初に入ってるやつやっちゃうとあんま食べてない。やだって、うん、ソフィア、私もちょっと舐めてみたんですけど、酸っぱいでしょ、めちゃくちゃ酸っぱいです、ね、あれ、ブドウ糖確か入れてくれてましたもんね、あのお薬の時は。うん、そう、粉薬はね。確かにソフィアはね、ちょっと酸っぱい。だからもう、大変だけど、ちょっとダイエットにやった方がいい。わかりました。それは、流動食はできます。大丈夫できます、はい、じゃあ今日はご飯はご飯で10g に混ぜてもらうといいですね、はい、吸収してるね。今日綺麗に朝ぺったんこだったんで、た体重は減っちゃいましたね。だから昨日今日はちょっとあの1回目を多めにします。わかりました。もうご飯用意してる時は、ね、もう尻尾振って喜んで早く行ってくるんですよね。あ、食べる気はあるんです。なるほど、まあ、それ結構大事なことですね。今から治療してきますので、はい、12時ぐらいかな、はい、まで時間くださいね。わかりました。頑張ってくれ直してくれ。で、あの見た感じの元気さ加減とかどうなんですか。見た感じは元気落ちてる感じなさそうです。はしゃいではなかったんで難しいんですけどね。まあでも75あるよね。あると思います。ゆるいのが出たのはいつの話。昨晩ですね。昨日の夜。今日の朝のこのちょっと復活してました。これは S なのね。 S だけど昨晩が、うん、がっつり。あ、じゃあこの N から S。 間違えちゃった。逆ですね、これ。ごめんなさい。ゆるいのが S ですよね、うん、こっちが S です。でこっちが N から S。 こっちが NS です。すいません。ヒステリーの後にめちゃゆるが出たんです。失礼しました。お願いします。いや今さ、あの歯科点滴にしてるからさ、そんで前ちょっと歯科点滴に切り替えようとしたらしょんぼりしちゃったじゃないですか。それが心配なんだけどなんとか。そうですね、あの昨日も、うん、なんで震えてるの。どうした、なんで震えてるの。もう割とちょこちょこ動いてました。動いてました、うん、出ちゃうよ、ね、人のも欲しがるもんね。あ、そうなんですね。そういう様子があるわけね。あります。わかりました。すっごい見てくるんですよ。はい、じゃあいいですよ、はい、ね、12時前後ぐらいにじゃあお迎えをお願いします。12時前後です、はいはい、お預かりします。はい、お預かりします。先生、いくつですか。
仕事でいいんだけど、はい、多分昨日掃除してないところがあるんだよね。あ、はい、聞きました。あ、まだ、奥の奥の下のでかいとこ。あ、奥の下はやってないです。やります。あとでちょっと言うわ。はい、そう2つは1回やる。はい、それとあと3番のちょっとどこだったかな、それと奥の下かな。奥の下、はい、ちょっと聞いてやります。はい、昨日まで当日がいて、はい、あ、はい、で、まあ、その時は CC で、場合によったら CC とアルコールという話も出ると思うんですけど、あ、はい、ここは CC とアルコールです。 CC アルコール、はい、ただ、外来の中はやらなくていいです。あ、はい、わかりました。はい、150入っちゃったらスーパーライザーをお腹と動かします。はい、1分辛さ、はい、まもなく終わります。30秒ぐらい抑えて、はい、できちゃった。ごめんなさい。準備できちゃった。じゃあ、はい。失礼します。あ、ごめんなさい。よし、この顔こっちにしてください。はい、はい、はい、ごめんよ。ちょっと顔見せて。おー、はい、出てないね。
スーパーライザー持ってきて話していいです、はい、先に苦くして口やって苦くして口1分か、はい、あとお腹1分と2分やりましょう、はい、よし、そこで止めてください、はい、はい、じゃあすみません、1分ぐらいで練習しますね、はい、顎下と、はい、あと頭周りが、これで何グラム食べてる？食べたんだ。私ごろさんとかなんか言う言うぐらい、はい、持ち込みのやつ、はい、1グラム、はい、もう1個 IT、はい、言うぐらいが5グラム、ちょっとだけど、まあ、で、まあ、栄養補助は40と20、60やってます。昨日半分抜歯したんで、今日残りをどうするか、日記の状態見てから決めます。お腹に向かってください。よしよし、はい。